サセビーフィッシェほら、もう皆さんが幸せになればいい。神はないけど気分は神様。絶対だね。久しぶりだね。ということでね、今回はマルキュー的動画でございます。ターゲットはタチウオでございますね。そして今回お世話になる船宿さんは鴨居のね、神奈川県鴨居の五郎丸さんでございますね。五郎丸さん行った時ある、はい、ありませんね。ありませんね。私一度だけね伺わせていただきました。マルキュー的動画準備乗船編ということなので、早速ね経路案内の方ご紹介したいと思います。経路、コンビニ、近くのコンビニ、そして、乗船手順ご案内させていただきます。どうぞ。おはようございます。タチウオ、はい、ありがとうございます。名前は、はい、ありがとうございます。こうなってます。あ、はい、ありがとうございます。右ですね、はい、あ、おはようございます。はい、ありがとうございます。こちらね、はい、右ですね、はい。はい、ということでね、ここまでこの動画を見たあなた、もう目をつぶってでも行けますね。しかし目をつぶって運転したら事故ってしまいます。目を見開いてきてください。ということでね、まずね準備の方なんですが、天秤立ちようです今回は。ということで天秤、重りも
指定があるんで用意して、ホームページの方の概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。あとね、今回のレシピはアミノ酸アルファ、アミノリキッドでね、餌の方をね、最強のフレーバーにしていきたいと思います。あと様子見てね、旨味パワー、エビ、ね、こちらもね、大量ボトルこちらもね、大量ボトルでね、使いやすくなりました。こちらの方もね、ちょっと使ってみたいと思います。それでは船の方に行ってみようか。はい、キュ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 。はい、ということでね、終わりました。いやなかなか渋い日に当たりましたね。さすが渋神さん。渋神です。頭も釣りも渋神です。イエーイ。いいじゃねえよ。でね、コリンギさん、はい、2本。で、私3本。ね、これで、実長編の方ね、どうなることでしょうか。そうか。はい。というわけでね。まあね、アミノ酸アルファ両方とも使ってるんだけど、私ちょっとね、旨味パワーエビをね、混ぜて、スタートしました。アミノ酸アルファだけで。そうです。アミノリキッドってことで。これでね、後半どういう風になっていくか。で、アミノ酸アルファと、アミノリキッドで漬け込んどいくと、もうそのまま、ね、締まりしすぎず、
になるんだけど、それを取り上げて旨味パワーのエビでかけると、ずっとかけっぱなしにすると締まりすぎてくるんで、それはねちょっと様子見ながら使っていった方がいいです。実長編お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。おっチャオ。そう元気だね。元気ですよ。そう元気よ。ササビーフィッシェー。あ、走っていいの？いいよ。松本シートベルトはしていい？松本いいよ。いいよいいよ松本いいよ。いいよ、いいよ、松本いいよ。よし。おれ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 。それ。ほら、スケさん、カクさん、やっておしまい。頭がスケさん、全然笑わないの。セーズビリーはい、ということでね、マルキュー的動画、タチウオ、カモイ、大室港の五郎丸さん、実長編でございます。ね。はいっす。準備乗船編ではね、日本三本。ここでね、ドラゴン出してね。ああ、出したいね。ちょっと盛り上げたいね。ああ、盛り上げたいね。モリンギだけに盛り上げたいね。言いそうになったでしょ。言いそうになりましたね。今回は、私、前回も言った通り、アミノリキッド、アミノ酸アルファ、うまみパワーエビ、こちらをね、ちょっと使ってやっていきたいと思います。そして、モリンギさんは、アミノ酸アルファ、アミノリキッドでね、チャレンジ。ええ。締まりが良くていいね、あれね。締まりいいね。締まりたかということでね、そう、旨味パワーエビは本当にね、いける時といけない時がすっごい差がある。あれをやってあいい時ハマる時がすごいの、ね、はいはい、そのハマる時すごい時になるでしょうか。うん、五郎丸さんですね。本当もう船べりにこんな俺やっちゃった日にはもう蹴られちゃうからね、フリーキックで。ラグビーボールみたいにね、船べりにこんなやっちゃった日にはもうほんとね、船長にね、蹴られちゃう。蹴られちゃうね。こんなやってね、蹴られちゃう。ということでね、まあそろそろね、はい、船の方に行ってみようか。行きましょう。キュ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 I'm gonna go to the hospital.
当たってましたよね、今ね。
じゃあそれではお疲れ様でございました。お疲れ様でした。私タチオは苦手な方じゃないと思っていましたが、ヘタレの6本ごめんなさい。お疲れ様です。お疲れ様でした。で今回トップの方13本。はい、13本でしたね。そう、13本の方を筆頭に、まあみんな何本か釣ってると思うんですが、はい、このパターン的なこういう風にやったから釣れたよっていう見てて分かるようなのってありました？あー、どうですかね。今日は特にそういう感じではなくて、なんか誘いをかけていくと船を流しながら釣ってたんで、はい、潮が速かったんでね、結構その時に餌が目の前にあった時にちょっとちょっかいを出した魚をどう釣るかっていう感じですね。当たりがあったやつを逃さずに取った人が数を取ったんじゃないかなというような。なんか分かる気がしますね。当たってそっから食い込みがね、今回難しかった。心も体も疲れるむずおもろな釣りですね。で今後のタチウオどんな感じになってきます？そうですね、だんだん型のいいのがそこそこに入ってきたと思うんで、まあ、これからはちょっと型のいいのが増えてくるんじゃないかなっていうのは期待してますね。でっかいのバラしてもらえる？はい。ひどいひどい。でっかいのかけて祀られて高切れしました。あ、なるほど。なおかつ最後にはバラされた。バラされた。ああ、あれでかかったね。あれはでかかったね。本当かどうかわかんないですけど。洗ってればちょうどね、カメラのちょうどあれに入ったんですけどね。持ってないね。持ってませんね。俺もっと持ってない。ああ知ってます。ということで、鴨居の大室湖五郎丸さんでした。また遊びに行きたいと思います。はい、またお待ちしてます。今度は釣ります。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。ということでね、6本、8本、いやー、やられましたね。やられましたね。あ、全然手が合わなかった。当たりは出んだけど、乗せらんなかったね。本当に。もうこれ以上。当たり出てた？出てたよね。あ、少なくともあなたより当たり出したと思う。本当？そんなことないですよ。だけど、いつも乗らねえって言ってたじゃん。ね、まあ、これ以上ね喋ってるとただのぼやきになると思うので、これからもね夏たち数取りができる、そして型がでかくどんどんなっていく、あ、今度釣りでございます。ね、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またマルキュー的動画お楽しみに。次は何の釣りに行こうかな。チャオ。